皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。今日は伊豆総合高校についてお話しします。前半では概要、後半では裁量枠について、話をしていきます。伊豆総合高校というのは平成22年に修善寺工業高校と大人高校、この2つの学校が再編整備されてできた学校です。学科は2つあって、総合学科と工業科、これがあります。総合学科は定員80名で倍率は 1.04 倍。総合学科では選択科目が多く、得意分野を伸ばせる、これような学習ができます。工業科定員80名で倍率は 0.39 倍でした。1年次は共通科目を学習しますから、2年次からは3つに分かれて学習を進めていきます。その3つは機械工学類型、電気電子類型、建築デザイン類型、このようになっています。工業科からももちろん大学の進学はできます。大学進学では学科試験のない専門高校指定校推薦、これが利用できます。次は裁量枠のお話です。2024年の伊豆総合高校の学校裁量枠、総合学科、工業学科ともに定員同じ割合になっています。裁量枠の1は体育的活動、これで 25% 程度取ると。部活はサッカー、バレーボール、レスリング、バスケットボール、この4つになります。裁量枠の2、地域貢献、これは昨年度までありませんでした。新しく出てきた裁量枠です。地域貢献で 10% 程度の人数を取る、こういう予定になっています。これは学校在学中、高校ですね、高校の在学中および卒業後における地域貢献への意欲、ね、どのくらい地域のために頑張りたいかという、そういう意欲を見るそうです。裁量枠の3は中学校における学習、勉強ですよね、成績です。これで 15% 程度取るそうです。これは9教科の学習成績になっています。全体として裁量枠で 50%、 つまり定員の半分は裁量枠で、取る、このようになります。今日は伊豆総合高校についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。